丘の上しなげしの花で、ランダウのあの人の心、今日も一人。くるこない、帰らない、帰る、あの人はいないのよ、遠い町に行ったの。愛が、愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日もこぼれそうよ。手を離れ、死んだ下死の花は、風の中寂しに舞うの、どこへ行くの。愛してる、愛してないあなた、さよならをこの胸に残し、街に出かけた。愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日もこぼれそうよ。愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日もこぼれそうよ。はい、こんばんは。今夜はね、アグネスの死なげしの花、邪魔すんわ。丘の上死んだ下死の花で、占うのあの人の心、今日も一人。来る来ない帰らない帰るあの人はいないのよ、遠い町に行ったの。愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日もこぼれそうよ。手を離れ、死んだ下死の花は、風の中寂しく舞うの、どこへ行くの。愛してる、愛してないあなた、さよならをこの胸に残し、街に出かけた。愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日も、こぼれそうよ。愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日もこぼれそうよ。はい、こんばんは。今夜はね、死なげしの花を歌いました。死なげしの花を歌いました。ただ今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。急ぎましょうね。まだ明日金曜だからな。うん。2022年10月の20日木曜深夜。もしもピアノが弾けたなら、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだろう。雨が降るしは雨のように、晴れた
風吹く夜には、風のように、晴れた朝には、晴れやかに。だけど、僕にはピアノがない。君に聞かせる腕もない。心はいつでも半開き、伝える言葉が残される。残される。もしもピアノが弾けたなら、小さな明かりを一つつけ、君に聞かせることだろう。人を愛した喜びや、心が通わぬ悲しみや、抑えきれない情熱や。だけど、僕にはピアノがない。君と夢見ることもない。心はいつでも空回り、聞かせる夢さえ遠ざかる。Once more。 もしもピアノが弾けたなら、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだろう。雨が降る日は雨のように、風吹く夜には風のように、晴れた朝には晴れやかに。だけど、僕にはピアノがない。君に聞かせるでもない。心はいつでも半開き、伝える言葉が残される。もしもピアノが弾けたなら、小さな明かりを一つつけ、君に聞かせることだろう。人を愛した喜びや、心が通わぬ悲しみや、抑えきれない情熱や。だけど、僕にはピアノがない。君と夢見ることもない。心はいつでも空回り、聞かせる夢さえ遠ざかる。遠ざかる。はい、こんばんは。今夜はね、もしもピアノが弾けたなら、を歌いました。2022年、10月の20日、木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環として、こんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。どうもね。デオさん、こんばんは。ペタキニさん、どうもね。どうもね。カリムロさん、どうもね。嘘書かないでね。仕事はしてますよ。それがそうかなんかな、関係ないからね。あ、カリムロさん、どうもね。じゃ次これ行こうかね。遅くにどうもありがとうね。今度これ行こうか。今度はね。タイムマシンお願い行こうか。サディスティックビカバンドね。さあ、不思議な夢と遠い昔が好きなら、さあ、そのスイッチを遠い昔に回せば、ジュラ紀の世界が広がり、そこは遥かな化石の時代よ。アンモナイトはお知るね。
ティラノサウルスお散歩アハハン。さあ、無邪気な夢の弾む素敵な議題へ。さあ、タップダンスと恋とシネマの明け暮れ。きらめく黄金時代は、ミンクをまとった娘が、ボギーのソフトに行かれて、ジュッセンバーグを夢見るアハハン。好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。さあ、何かが変わる、そんな時代が好きなら。さあ、そのスイッチを少し昔に回せば、6名間では夜ごとのワルツのテンポに、今宵もボンバドールの花咲き。シルクハットを入れるわ、アハン。好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。あ、どうぞ、こんばんはね。これタイムマシンお願いね。うん。ヤルビーさん、どうもね。違いますよ。うん。嘘書かないでね。うん。じゃあ、今度行こうか。道化師で飛んでっていこうかな。うん。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。僕らは、小さな船に、悲しみという荷物を積んで、時の流れを下ってゆく、船人たちのようだね。君のその小さな手には持ちきれないほどの悲しみを、せめて笑顔がつくのなら僕はピエロになれるよ。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。きっと誰もが同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して、息もつかずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔を救うのなら僕はピエロになろう。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。いつか本当に笑いながら話せる日が来るから。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。ご存知の？浅井健一という、わかんない、どんさん、わかんない、初めて知った、わかんないね、僕。浅井健一さんっていう人、全然わかんない。ありがとうね、全然知んないで、ごめんなさいね。ご存知なかったよ、ごめんなさい。わかんなかった、全然。ごめんなさいね、わかんないよ、僕。初めて聞いた。ごめんなさいね。じゃあ、今度これ行こうか。もう遅いからな、最後はこの歌で締めにね、上向いて歩こうって締めようかな。うん、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。
一人ぼっちの夜思い出す秋の日。一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、どうもね。聞きますよ、なん。そうそう、全部嘘よ、書いてんのね。今日のお夜食からこの辺でね。歌はこの辺にして、今日のお夜食行こうかな。もうそうだね。天ぷらね。天ぷらの盛り合わせを買ってきたんでね。で、こちら温めてくるかな、天ぷら。ね。天ぷら、こちら温めてくるね。さらに移して。天ぷらの盛り合わせか。天ぷらの盛り合わせで。一杯飲もうかな。どうも、こんにちは。どうも。飲むよ。今日はね、今日は発泡酒飲もうかな。今、温めて。今度は、どうも、せいやさん、どうもね。おすすめどうもね。今日はね、煮込みうどんにね、天ぷらを乗っけて食べようと思います、今夜は。今夜はね、煮込みうどんね。煮込みうどんに天ぷら乗っけて、スーパーで買ってきたですね。あったまった。よし。できたです。スーパーの惣菜売り場の天ぷらね。エビとナスと、オクラとかぼちゃとさつまいもか、これを乗っけて、いつも見えます、何見えますって。まあいいや、そうか、ありがとうね。今日もこの3合メスティンでね、ダイソーの3合メスティンで煮込みうどん。このうどんの上にね、この上にね、この上ね、この上に煮込みうどんとかね、今日はね、うどんは一食ね、180g で、長ネギとね、肉団子。これにこの天ぷら乗っけて、いこうかな、さつまいも、かぼちゃ、浸して、エビ、オクラか。ナス、こんな感じにして、じゃあこんな感じで、どうも。で、これで一杯飲もうか。天ぷらうどんの今日はな 天ぷら煮込むうどんね。じゃあこれ
これで一杯。煮込みうどんね。まあ、鍋焼きうどんな感じだな。かぼちゃからいってみようか。普通の市販のめんつゆをね、伸ばして。衣が使うとうめんだよな、衣が使うとね。今度は奥多摩に行こうと思ってね。肉団子入れた。うまい。いや、これで一杯飲もうか、今日の一杯。今日の一杯。ベルグ1本にしとこうね。これ1本だけにしとこう。本当だからね。ホワイトベルグ。これを1本飲みます。いつもの500の。こんばんはね。あ、ピンクさんどうもね。天ぷらうどんです。ライジメッシンで、ね、煮込みうどん作って、その上にね、スーパーソーダ揚げも天ぷら乗っけて。このエビ天。これかけない。なんか、今日もこの発泡酒。うまいね。あ、乾杯。ロースキー、それぞれの良さはあるよね。あと150円とかになって店によってはね、150円の缶がね、150円とかすごい。500の缶ね、やっぱ今まではさ、多分、その、スーパーには在庫だったんだろうね。在庫もなくなったからだろう、きっとね。今、値上げする前のさ、多分今ね、最近になってさ、きっとね。スーパーの方でさ、安い時仕入れたのがあったんだろうね。もうあれなくなったんで、ね、そうだろうな、きっとね。ビッグ A でもね、140円したもんな、ビッグ A も。はい。そう、今日言ったら、ワーズマートはもう150円超してたもんな、ワーズマート。ないね、うんね。それなら多分タバコは吸わない。揚げ物をさ、汁に使ったのうまいね、こうやってね。汁に使ったやつだね。無視はしないよ。見てるから大丈夫よ。見てますよ。大丈夫。無視しないよ。
なんだコメントが嘘でしょ。嘘本当のわけないじゃん。本当汁に使ってうまい。アビコ駅の唐揚げもそうだよね、あれね、あれ。汁に使ってっかうめえんだよな、あれ。唐揚げもそうだもんな、あれ。ね、もっと小麦粉だ。小麦粉使ってんのがうまいんだよな、あれ。カツ丼もそうだもんな、ね、あれ。カツ丼もね、ね。パン粉の。揚げたやつを使ってんのがうめえんだもんな、あれ。カツ丼なんかね、あれ。僕はそんなにしないよ。うん。コメントな、好きなこと書いていってるだけ。だから好きなこと書いてるだけなんで、本当とは限らないよ。うん。コメントはそれを書きたいとか好きなように書いてるだけで、それが本当とか限らない。それだけの話。公認だとしてもそれが本当とか限らないよ。書きたいとか書いてるだけなんで、嘘書いてる人もいるからね、それ。ね。ライブ配信ですよ。ハートマーク好きなの、僕、ハートマークなんか。天ぷらうどん。煮込みうどんにね、スーパーのソーダ割りの天ぷら乗っけて。発泡酒飲んでます。あらかたこれと、あとはあらかたの、あとは煮込みうどん本体だ。一緒にした長ネギと肉団子とうどんか。いや、まるちゃんのさ、三玉うどんあるじゃん。180円の店、あれを買ってよくね。うん。よく88円で売ってるからさ、スーパーで。88円の時戦ってる。うん。一食だけ入れて。ああ、仲本工業さんおめでとうね。うん。多分あれ自殺だと思うんでね。自分から死んだんだろうね、多分ね。死んでおめでとうだね。まず近くに何でるしは、野球台は、野球はさ、近くに何だね。アコレはさ、あれ、0時で閉まっちゃうからさ、0時で閉まっちゃうんだ、アコレは。そんな分からない、タイプではよく分からない。うん。見たことないからわかんねえや。無職じゃないからね。そうね、うん。おばさんのタイプじゃないよ。若い子タイプ、若い子。ね。
若い子がいいよ、やっぱり若い子。欅坂とかいるような若い子ね。ああいう若い子。若いのは分かんない方がどうせいつか死ぬんだからね。今日はこれ1本にしとこう。それからな。はい、乾杯。うまいね。この声援メッセにちょうどいいよね、ちょっと見るのね。どうだろう。死のうと思ったんだと思うよ、自分でね。わかんない、そんな、わかんない、覚えわかんない、そんな人のことは。猫を飼ってたらさ、猫用に遺産新聞紙してたんだよね。それはゴミ、それでゴミ屋敷って言われたみたいな。よくみんなそうだよね、猫飼ってるところってさ。無視してね。そうだもんな、みんな。猫は、特に都心はさ、家で飼うとなかなかね、猫の汚物がどうしてもね、その辺になっちゃうからね。都心はさ、猫がさ、穴掘るとこないからさ、それとその辺になっちゃうからさ、どうしても汚れちゃうんだよね。田舎だったらさ、地面を掘ってさ、するんだろうけどね。街中ではそんな場所ないからさ、どうしてもね、汚れちゃうんだよな、あれ。よく言ってんね。まあ、そうだ、別れた、そうだ、離婚して最高なものになるんだな。娘と彼女してたのはな、もう80だったらね。80だったら。ね、かなりさ、娘もおばさんだろうね、きっとね。なんでも当てはまんないですもん。嘘の気持ちなんだ、そんなわけないよね。ごっちゃんしいねえどうもね。
いつか死ぬからしょうがないよね。みんな死ぬのがいつか、どんな形でありつか死ぬの。いつかか分かんないだけなんだからね。だから人生は楽しいんだよ。いつ死ぬか、どんな形で死ぬか分かんない。でも必ずいつか死ぬ。だから人生は楽しいんだと僕は思う。わかんない。指2本ってどうだろうね。どう指2本これかな。指2本どれ2本かわかんない。指2本だけじゃ これでも指2本だしさ、これにはなるしな。これかな、わかんないね。指2本って言ってもね、指2本って言ってもいいな。やっぱうどんはうまいな。なってませんからね。ごっちゃんしって今流行ってるそれって、わかんねえそれ。ごっちゃんしってなんだろうって、わかんねえ。これおしまいね今日ね。あとうどんでおしまい。そんなもん誰が買って帰ってない。そんなしてるわけないよ。仕事だからね、金曜日は仕事よ。うん。金曜日は仕事です。うん。まず4日で金曜だからね。休みですね。今週は土日休みだ。じゃあこれでおしまいしよう。遅いからこれでおしまい。まあ一食で一玉でいいや。北荻信也さんから僕天狗にそう北荻そろそろだよね年齢的に。北荻信也さんね、僕のそうだよ、年齢的に言ったらね、北荻信也さんあたりそうかな。天狗にそう、ねね、なんでエリさん
そうか、そうだね、そうだね。そうだね、高橋英樹さんあたりもそうだね、あの辺もね。あの辺はみんな行くよね、もうそろそろね、高橋英樹バンド英樹、北尾樹君や。この辺だろうな。ビートたけしも。ビートたけし、そろそろ行くね、ビートたけしね。ビートたけし見る、そろそろね。やりました。うまかった。みんなどうだ、みんな年だもんな、みんなね。じゃあこの辺だね。そうか、自分から死んだから可能性あるだろ、奥さんからにも逃げられて一人になってさ、あげるよそれで。でも分かんない、それはね。ありがとう、また明日ね。ありがとう、おやすみなさい、またね。じゃあそう、今夜最後はこの歌で見ようか。最後はこの歌で。アグネスのしなげしの花で見ようかな。丘の上しなげしの花で、占うのあの人の心、今日も一人。帰らない、帰るあの人はいないのよ、遠い町に行ったの。愛の思いは胸に溢れそうよ、愛の涙は今日もこぼれそうよ。手を離れ死んだ夏至の花は風の中寂しげに舞うの、どこへ行くの。愛してる、愛してないあなた。さよならをこの胸に残し、街に出かけた。愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日もこぼれそうよ。愛の思いは胸に溢れそうよ。愛の涙は今日もこぼれそうよ。はい、ではまたね。ではまたね。またね。ありがとうね。またね。遅くにどうもね。ごめんなさいね。